スロッグスネック橋は1961年1月11日に開通した吊り橋。橋はイースト川を横切りニューヨーク市のブロンクス区とクイーンズ区を結んでいる。週間高速道路295号線の一部でもある。スロッグスネック橋はロバート・モーゼスによって計画された。最初に計画されたのは1945年で彼の最後のプロジェクトの6年後だった。 1939年には、2マイル西に、ブロンクスホワイト橋が完成している。モーゼスは、有名な橋のデザイナー、オスマー・アマンに委任した。アマンは、これまでにも、ジョージ・ワシントン・ブリッジ、ブロンクスホワイト橋、ベラザノ・ナローズ・ブリッジ、ロバート・ F ・ケネリ橋の建設に携わってきた。彼は、プレート・ガーダーシステムを利用する代わりに、 デッキの下に28フィートの保護トラスを備えた。また、水上交通も頭に入れ、中央部分が少し高くなっている。計画中、橋は、週刊高速道路495号線とされていたが、その後建築中に、週刊高速道路78号線の一部となった。そして1971年から現在まで、 週刊高速道路295号線となっている。また、クイーンズ側の橋のたもとには、リトルベイパークがある。2009年7月10日金曜日の午前5時頃に、建設作業員の当地ランプが原因で、火災が発生した。そのため、ほとんどの自動車がブロンクスホワイト橋を通った。また、閉鎖された橋も多かった。イースト側のボートの上などから、消防士、 1> 約170人を動員し、消火を行った。消火作業は少なくとも7時間続き、クイーンズ行きの一部の車線のみ、その日の午後、夕方のラッシュアワーの前に再開された。被害の大きかったレーンは、修復に1ヶ月かかり、8月10日に再開された。2010年12月30日の時点で、橋の通行料金は、二輪車が6.5ドル。 ニューヨーク州イーザパス利用者が1.7ドルである。オートバイは2.75ドル。ニューヨーク州イーザパス利用者が0.66ドルである。割引は、州外の利用者は対象となっていない。2011年1月11日で橋は開通50周年を迎えた。橋はニューヨーク市が所有しており、またブリッジトンネルが管理している。 2005年6月に橋を検査したところ、破損が見つかったため、40トン以上の大型トラックは、交通量の少ない午後11時から午前5時までの間のみ、橋を通ることができる。フレイジャー、マイケル、FDY、ワーカー、エスブロートーチスターティッドスロックスネックファイヤー。ニュー,ズデースデイ、httpwww.newsday.com、ニュース FDY ワーカー S ブロー投チスターティット、スロックスネックファイヤーマイナス1.13077102009年8月6日閲覧。アコム、サイモン、スロックスネックブリッジファイヤーレビールズフレジラティ、オブニューヨーク S トラベルネットワーク。 ニューヨークタイムズ、h t t p コロンススララッッシシュュ w w w n y t、e、i m e s c o m スラッシュ2 0 0 9 0 7 2 2 n y r e g i o n スラッシュ2 2 b r i t g e s h t m l 2 0 0 9年8月6日閲覧。クルーズ、ウィル、スロックスネック、ブリッジファイアーコゼスコミューターカオス。 デイリーニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.nydainews.com スラッシュ nylocal 2009 07 10 2009年7月10日スロッグスネックブリッジクローズドインボースディレクションズデューツーファイヤー HTML2009 年8月6日閲覧クロッシングチャー,ーチスまたブリッジトンネル 2010年11月8日閲覧。クラーク、ロジャー、セレブレーションズ、マーク5 0フティース、バースデーオブスロックスネックブリッジ。NY1、2011年1月11日閲覧。チャン、シーウェル、クラックス・オン・スロックス・ネックシュプール、A データイム、バン・オン・ヘビートラックス。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2005スラッシュ10スラッシュ01スラッシュ nyr は eg i o n スラッシュ 01bridge.html2008 年9月2日閲覧ありがとうございます。